島県奥会津地方。山あいの静かな町、金山町は夏休みになると全国から集まってくる子どもたちでにぎわいます。今年もまた福島森の学校の季節がやってきました。県内23カ所の町村が森の学校となって、都会からやってきた生徒たちにふるさとの遊びをたっぷり教えてくれます。これ押さないきゃダメだ。背が通んないよ。背がスッスッ、手が影だ。金山町では都会の生徒たちに山村の生活を味わってもらいました。結構おいしいよ。素朴なものづくりの体験に子どもも大人もすっかり夢中になっています。奥会津の小さな町で過ごした夏休み、今日から金山町が新しいふるさとになりました。尾瀬を源流とする只見川、その流域の旧町村は国内有数の水力発電地帯と言われています。カラムシは虫のことではなく草の名前です。イラクサ科の一種で、全国でも昭和村でしか栽培されていません。この茎から繊維を取り出して作る日本古来の織物、カラムシ織。カラムシ織は昭和村に600年近く続いてきた工芸技術です。母から娘へと村の女たちの手で引き継がれてきたこの手仕事も、化学繊維の発展とともにその伝統も失われようとしていました。そこで昭和村は3年前からカラムシ織の PR を兼ねて織姫制度を始めました。村から生活費の援助を受け、10ヶ月間村民としてカラムシ織の研修を受けるという条件に、全国から若い女性が集まってきました。茎から繊維を取り出す作業を帯引と言います。この作業は国の選定保存技術として指定されています。こういった技術を絶やしてはならないという思いで生まれた織姫制度は、村に新しい変化をもたらしました。研修が終わっても村に残りたいという織姫たちが多く、この3年の間に10人もの村民が増えたのです。多賀さんも村に残った織姫の一人です。昭和村で暮らし始めて3年になります。
多賀さんはカラムシ会館で週3日 PR 担当として働いています。カラムシ寄りのカタログ作り、展示会や新製品の開発にも取り組んでいます。多賀さんは自宅でカラムシを素材とした和紙の造形品を作っています。織姫になったのも昔から手仕事に憧れていたからでした。昭和村に来てようやく打ち込めるものが見つかりました。でも村に残った理由はそれだけではありませんでした。短い夏の間、こう村の人はすごく忙しく畑に出たりしてこう働いて、で冬はやっぱり体を休めて、で休みながらもその夏に収穫した、まあ、カラムシをあの糸にしたり織ったりっていう作業をしてるわけですよね。これがこの雪がなければもうちょっと違った形になってたのかなっていう、実際にそういう厳しいあの季節をね経験しながら、皆さんあんまりそれに対して大騒ぎしないっていうんですかね、なんかこうデンと構えてるというか非常にたくましい感じがしてね、そのたくましさもまたすっごく魅力的だなって。昭和村の冬、春を迎えるまでの長い時間を手仕事をしながら過ごします。それはずっと昔から続いてきたこの地方の暮らし方。厳しい季節の中で人々が生み出してきたふるさとの工芸品、そしてその技術は今新しい町づくりの支えになっています。昭和村の隣、三島町にも工芸品を作る人々が住んでいます。昭和56年、この町に生活工芸運動という新しい町づくりが始まりました。この地方に残る工芸品作りの技術を見直し、それをさらに発展させようというアイデアが成功して、住民たちの間にものづくりを専業とする人々が生まれました。生活工芸館には町で作られた工芸品が展示販売されています。山で採れる自然の材料を使った品々は予約なしでは買えないほど人気があります。ここでは誰でも参加できる工芸教室も開かれています。三島町の工芸家とともに身近にものづくりに触れ合える新しい交流の場にもなっています。ことより若干気持ち高いか低いか分からない程度ちょうどいいよね。三島町は古くから会津切りの産地として知られています。10年前、原料の生産だけでなく切製品作りを地場産業にしたいと、町と森林組合の協力で会津切本工場が作られました。この切工場ができて10年経って、もう今はどこに出しても恥ずかしくないチーズダンスができるようになったっていうことは、あのそれだけあの地図が若い人たちが取得できたということ、変わったことですね。そうですね、若い人たちみんな出ていったのがだんだんこう残って、まあ、あの完全な自分の思う仕事ではないんでしょうけれども、やはりあのふるさとに残りたいという人たちが多くなってきているということですね。
霧の花が咲く頃、三島町では荒神祭りが開かれます。今年で10回目を迎えるこの祭りには、町内そして各地からさまざまな工芸品を携えて工人たちが集まってきます。新しい交流の場を求める人々で、祭りは年々にぎわいを増しています。いろんな方がね、他県からもいらして、こう実際にこう使う方の顔が見えるっていう、こういう交流の場があるってすごくいいなと思いますね。染色も織も、それから編むことも、ね、この東北地方って伝わってるものがあるでしょ。これからそういう手仕事を伝えていくということについて、すごく大事なことをやってるように私は思います。これはね、いいことですよ。 この松作りをね、もっともっともっと大きくしたいと思う。入広瀬村の魅力は、新しいホテルや温泉施設、そしてふるさとならではのイベントです。毎年この季節になると山菜祭りが開かれます。この祭りも今年で13回目。口コミで年々参加者が増え、今では各地の人々が訪れるようになりました。痛いですよ、バラよりか、ね、痛いんですよね。でも、貴重なのよ。ほら、こんなに取れましたよ。ねえ、ね、ほら、あすごい、ね、これ全部もらって、ほら、貴重なるタラの芽。だってあなた、私一生懸命汗かき取ったのよ。そうよ、泣かせないで。せっかく収めた。うわー、すごいの。ね、ね、これだけど、いや、本職だけど、いや、これ天ぷらしね。うど、うどの芽だ。うどの芽、うどの芽だ。うどの芽来たよ。本職来た、おじさん。あら、すごい。皆さん、こんばんは。山西共和国の建国祭を開催いたします。山西積みの後の大宴会も、参加者たちの楽しみの一つ。採れたての山菜や川魚を使った村の人たちの手料理にみんな大喜びです。ふるさとを訪れる人々に支えられて、只見川地方は新しい町づくりを目指します。